到着しました。これですね、山形の辛味噌そばです。田中そば店の山形辛味噌そば、これが辛味噌になっております。スープのベースは普通のものと一緒になっておりますね。でこちらが韓国風ご飯、こちら韓国風ご飯になっております。このセットで今日はいただきます。ラー油がかかってるのかな、これは。なんかね、ラー油の匂いがします。北方ラーメンですね、やはり、スープの味は北方ラーメンのベースの味がします。チャーシューはこれすごく柔らかいですね。なんかすごくね、まろやかな柔らかさですね。これは一応メンマでしょうか。歯ごたえのあるメンマです。ちょっと変わった感じのメンマになっております。こちらをもうすでに辛味噌のまだ溶かしてないんですが、結構ビリッときてますんで、もう少しちょっとノーマルの感じのスープを楽しんでから混ぜたいと思います。はい、割とちょっとねこってりした感じもあるんですけど、味はさっぱりしてますね。塩ベースの、味付けなんで、これちょっと辛味噌をね溶かしてみたいと思います。結構ねこれ辛いと思いますよ。一気に溶かすとね結構辛くなっちゃうんで、少しずつ、むちゃくちゃ辛くないですね。もう全部溶かしちゃいますね。色の割にはねそんなにむちゃくちゃ辛くないです。これならね小さいお子さんはですけど、普通の小学生ぐらいの子供でも食べれそうな辛さですね。こちらがね韓国風ご飯になって、明太子に普通の明太子だけのね明太ご飯ってあったんですけど、これは韓国風明太ご飯になっております。何がかかってるんですか。わかりました。これネギにね、塩だれにネギがついてますね。席ゲットした。塩だれ、つけた塩だれで和えたあの明太子になってます。そうですね、確かに、これで、韓国風の味はしますね。ごま油かな、ごま油も香りもします。ごま油、ごま油を和えたネギですかね。これは結構ねごま油の香りが食欲をそそって、美味しくいただける感じですね。本当色の割にはねむちゃくちゃそんな辛くなく、ちょうど程よい辛さになって、ちょっと口の中がヒリヒリする感じの辛さです。有名店になるわけで、わかりますね。これはね、味にコツがないというか、ここの田中そば独特の味でしょうね、これは。食べた感は、その例えばよそのお店行った時に同じ味はね、ちょっと味わえないでしょうね。汁が引き立って、独特の味になると思うんで、これ食べるとちょっとよその同じスープの味ではなくなりますね。
まあ、辛味噌入れるとこはああいうなんていうんですかね、うま屋さんとかね、いろいろ、あるんですけど、全然味が、ね、普通のスープに入れても味変わっちゃうんで、あんまり辛すぎると。ここのね、辛さは、そのスープの味は殺さない、ちょうどいい、程よい辛さですね。はい、ごちそうさまでした。完食しました。やはりね、食べきるとこのちょっと唐辛子のピリピリ感がちょっと残ってますね。ちょっと汁まで全部いく気にはならないんで、ちょっとお汁はやっぱりスープは塩分強いんで、ちょうどいいと思います。こんな感じ、結構食べた感がしっかりあるラーメンでした。はい、それではさよなら。